部長ホラーナイト、今回非常に危険となっております。危険なんですか今回は。レート S。S来た。そしてなんと大輝さんが心霊体験を自分でしてしまった場所でもあるという。はい、その通りです。経験者あり、まさか、はい、簡単に説明すると入り口あるじゃないですか、そこのちょっと目の前に僕ら車止めたんですよ。それでまあ行って帰ってきた時に、前からそっちの道からチャリ乗ったおっさんがこう来て、真冬ですよ、2月、半袖短パンのパツパツ来たので、サイクリングチャリでこう乗ってって、そこの八丁寺の入り口、チャリで登れるようなとこじゃないのに一人で入っていったっていう。その時にしかもずっと俺と目合ってた、んですよ。うわー、目合ってたから首がまあずっとこうなってたっていう俺の体験談があります。シュート曲がってた。そうです。奥進んでくと橋があるんで、でっかい、そこで男の子がかけてくるっていう、そういうで、そういう噂もあります。へえ。どうしたの、うん、こんっていきます。いきます。とりあえずここで降りて、こっち来ても多分、あ、でも近いわ、多分この辺にある多分橋が。あ、そうなんだ。結構近いな。近いね。ちょ、俺も道がよくわからないんだけど、うろ覚えで。で、両サイド崖だから気をつけて。あの光って何？どうしたの？なんか光ってる？今光ってる。え、普通に、あれなんだ？光ってる今。ほら、どこ？光ってる。どこ？さっき普通に光ってる。誰も気づいてないの？普通にめっちゃ分かりやすかったよ。え、全然光んねえじゃん。え、普通に光ってたんだけど、さっき。怖い、怖い。声の響き方やばくね。橋も来てるし。いや、まだ、これまだ、これが本命の橋じゃない。下打つしかない。本命やばい感じ。え、怖いよ。携帯のライトだけじゃ、ちょっと厳しいかな。1ぐらい真っ暗なんだ。あ、真っ暗だね。ストップ。うわ、待て、これだ。ほら、目の前見て。ちょっと分かんないわ。うわ、これだ。うわ、あ、これか。待った。しかも待って、俺が行った時って全然違う。え、なんで？そう、俺が行った時、10メートルぐらいの柵で、もうシャットダウンされてた。普通に通れんじゃん。通れるんだけど、この橋だ。すごい、マジここだ。八王子跡で誰かが亡くなったとか、そういう話はあの、ここで子供が亡くなったっていうのは聞いた。男の子が亡くなったんだ、これ。だから男の子のが橋を渡ってると後ろから追っかけてくるっていう。やばい、見えないじゃん全然。だから俺が来た時ここシャットダウンされてる。渡りますよ。渡りますか。変わろうか。俺取る。こんな感じの橋ですね。え、てかめっちゃ短いけど、これなんですよ。こんな短いの。あっち側からだっけ。え、聞こえたわ。なに、うん、何が聞こえたよな。聞こえたな。うん、聞こえたわ。うーって聞こえたよな。一旦渡る。私なんか橋にいるの怖い。すげえ怖い。橋に止まんの良くないと思う。この感じ伝えてね。すごいよな、これ。何、やばいよね。ね、怖い。うわ、めっちゃ聞こえるじゃん、うん、あ、待って、恐ろしいものを発見しました。なに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 。ベンチに囲まれてます。うわ、やばい、来た、来た、来た、さっきと一緒。やばい、え、女性見えない。どこに、何が、あそこ。え、あ、ほんとだ、ほんとだ。え、声が、待って、見えるし、見える、みんな。え、マジ、え、今、誰か、ふんって言った。見える、みんな。ちょっと待って、今待って、チラッて見えたんだけど。ちょっと待って、あれ看板か。あれ看板だよ。看板とは違くて。違くて、これかなり別。あの看板とは別で、木と木の間をこうスッてさ、女性がなんか浮遊っていうの、歩いてる方じゃなかったの、浮遊でスッて言ってる。ガチ。え、でもその後俺誰かと一緒の声聞こえてたけど。うん、みたいなやつでしょ。じゃあその女性かもしれない。俺今終わったかと思ったんだよ。てか俺もその看板がそれかと思って、一瞬見せた。それ看板ではない。あの看板じゃなくて。こっ
ちは何？階段があるね。階段がある、うん、階段があるよ。こっち違うか、こっちかもしんない。マジで言ってんの？ああ、こっからが本番か、かもしんない。こんな短いわけないと思ってたもん。うん、そう、大輝が言ってるイメージしてるのがめっちゃ短いなとは思ってた、うん、え、橋それ？うわ、待って、いや、こんな短くない。短いけど雰囲気がやべえ。あー、来た、やべえ雰囲気が。うわ、うわ最悪や。この橋、ちょっと違うな、さっきと思った。これ、この奥かもしんない。静けさよ。うん、なんか、すげえ静かになってきた急に。あ、あ、あ、うわ、絶対これだ大輝。これが橋か。違かったな、さっきの。違った、違った。これです。うわー、やった。完全にこれですね。で、さっきさ、なんかその、やばい感じあるって言ったじゃん。キキってやばいね。そうなの？あ、うん、この感じ良くないんですよ。階段バンチに出てくる感じ。いやー、もうこれ行くの？顔がむ。これ行くの？だって女の人見てるもんね、京平はね、うん。どんな顔？顔見る。聞こえた。何？何？聞こえた。え、何が聞こえた？草むらでなんか、うわ、聞こえたな、今聞こえた、なんか俺たつきあんま聞こえてない。いや、今のは聞こえた、カサカサは。何の話したっけ。なんだっけ、引き引き、顔どんなの。なんだっけ、引き引き、顔どんなの、顔どんなの、顔どんなの。お前が見た顔どんな感じの顔だった？30代ぐらいの女の人の女性の顔見えんの？顔は若干見えた。で、普通にちょっと厚化粧っていうか、ほんなんかすげえ真っ白だった。うわ、なった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 。今のなったわ。今のなったわ、完全に。ナイトショット切って、ちょっとみんなに暗さ分かってもらおうかな。てか、ナイトショットじゃなくてももうこんなんなんですけど。じゃあ全部のライト一旦切る。いや、もうそんなんしなくても何も見えない。でもようよく考えたら城の跡地だから死者とかいっぱいいるだろうね。あ、そうだよね。でも千人、そう、千人亡くなってるし。あ、そういう、え、千人も亡くなってるの？普通に戦争で千人以上は亡くなってる。なんだ、戦国時代、戦国時代に御主殿へ入る道として使われていたと考えています。この先にあるってことでしょう。来ました。あ、行った方がいい。もう見えてます、僕。これだ、暗すぎる。やばくね、やばくね、やばくね、これやばい、寒い、寒い、これはもう、ダメだよ。どれどれどれ、これほらもう見えた。あー、これか。暗っ、高すぎる。いや、高すぎ、高すぎ、危ねえ、危ねえ、あれ、普通に。これ僕思ったんですけど、僕らがいた時封鎖されたのに、ここがオッケーになってるんですよ。ちょっと橋ちょっと一回取ろうか。じゃあ電気、あー、ちょっと見えてきたね。いや、これもやっぱ新しくなってるわ。うわ、ちょっと嘘でしょこれ。はい、これ新しくなってるわ。うわ、これまずいな。俺が行った時はもう正面から吸い込まれる。うーわ、これもう三途の川のやつだ、これ。やばいよ、ね、これとりあえず渡って戻りましょう。そうだね、渡る。渡る前に帰れんだよ。確かに、渡ろうよ。これが、いや、これ俺行った時こう封鎖されてたの。うわ、やばい、雰囲気やばい。マジ、封鎖されてたの。ちょっと前照らした方がいいぐらい。ちょ、雰囲気マジでやばくない？いや、てか外から見たら高さが普通にやばい。うん、確かに。なんかちょいちょい変なことしてない？全然してるよね。してるよね。全然してる、全然してる。え、してるよね。え、下からしない？そう、下。下なの？下か。え、なんかささやき声みたいなやつ。そうそうそう、なんかうめいてんじゃないんだけど、なんかそんな程度。いや、別に、なんもない。さあ、渡り切った。あ、でもすげえ城跡っぽいね。うわ、すごいすごい。ほんとだ、なんか石垣、石垣の感じが。これ下覗けんの？やめた方がいいよ。ガチ行かれるよ。さすがにやめとこう。戻るぞ。はい、戻ろう。なんか危ない気がする。最近の出張掘らないとさ、すでにやべえこと起きてから逃げてるじゃん。うん、そうだ。なんか起きる前にとりあえず終えた方がいい。確かに。ああ、そうだね。そうだね。なんか毎回そんな、うん、そんなになってたら俺ら終わっちゃうと思う。マジや。てか普通にやっぱ声するはしたから。うん、するする、もうしてるもん今。ふう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 みたいなやつでしょ。段差あるよ。あ、超怖い。
まあ何よりも怖いのはこの後ですよね。大輝が体験したのはこの帰りの話です。そういうことです。あ、帰りか。あー、そっか。気抜けねえよ、そうだそうだ。あの橋だ。やばい。うわ、ちょっとやべえの見せたよ。やばい。まだあるやん。やばいの。これこそじゃない。やばいの。やばくない？これこそやばいのじゃない。多分いけない。これ、あ、これ立ち入りしたやつか。そう。多分これがやばいやつなんだ。映ってる。かすかに。かすかに。ああ、無理だ。なんでこの橋は立ち入り禁止なんだろう、ね、なんでこれが立ち入り禁止なんだろう。もろすぎる。うわ、気がする。なんかすげえとこついてる。うわ、この先続いてる。これ絶対やばいやつだ。これできました。いやー、怖いか、マジ怖い。安心感すごい。とりあえずよかったよ、帰ってこれて、うん、マジ怖かった。現象俺はあんまなかったの今回。まあでも俺と共通して言えるのは、ね、橋の下、橋の下の、まあ、うん、まあその女の声は聞こえたけど、パーボーは最初の光、光か、光か、光の光か。なんで誰も気づかないのって、マジで。もうそうだよね、うん、あの時なんかやべえの見えてんのかと思った。でもお前は、今日俺はもう冬、ね、女性がもう完全に見えてしまったという。あんなにくっきり見えることあるんだってぐらい見えましたね、もういつも。結構多いよね、その最近でも見えなかった、ね、かけられるとか。多分今まで一番見えましたね、ちゃんとくっきりと。へぇ、例としては。俺は声だね、今聞こえたし。俺え、俺も聞こえた。ねえ、ちゃんとくっきりと。へぇへぇへぇ。マジで犬の聞こえみたいな感じ。こっち。つって。で、強兵が似たような声。強兵よくさ、紛らわしいの出すじゃん。うん、完全にそうじゃなかった。こいつが普通に喋ってる時に、普通にその後ろ辺からうーって声。普通におじいさんの声でしょ。うん、そう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 。え、来てる、もしかして。え、やばくない。お前の話。聞こえた今。お前の話気がかりやん。そう。エンジンつけてみて。え、今のは。絶対違う。こんなのならないじゃん。ほら。え、つけろ、エンジンつけろ。つくね。よかった、今つかないと思ったんですけど。今の食うなに絶対違うよ、うん、こんなんならないよ。ちょっと閉めます、怖いので。いや、マジ閉めない。はい、ということで今出張ホラーナイトウィークということで、はい、1週間から2週間にかけて、アップする動画全部出張ホラーナイトといって怖い心霊スポットを巡るって、ツアーとなっております。はい、ゾッとする動画たくさんあると思いますので、皆さんチャンネル登録してない方はぜひよろしくお願いします。めちゃめちゃ早口早い、ね、下に、いろいろと再生リストとしてあるので、怖いの見たい方は見てみてください。さよなら。はい、じゃあ恒例の儀式やっておきましょう。はい、私たちは関係ありません。関係ありません。何もできません。人違いです。何もできません。人違いです。ちょ、一応ね、そのおじいさんがいたっていう話があるので、カメラ回しておきます。大輝、じゃあこっから来たってこと？そう、前から。前から。いや、こっから来たらやばいけど、これ頭いかれるけど、ちょっと怖い。こんなとこから来たら夜中2時とか。え、切れた。いや、待って、これ本当にやばいね。これやばい。え、今、埋め着替えしてたじゃん。今次走ってる人だよ、そっち。